クランプス・クランプスは、ヨーロッパ中部の伝説の生物であり、主に、ドイツ東南部のバイエルン州と、オーストリア中部、東部とハンガリーと、ルーマニア西部の旧ハンガリー領トランシルバニア地方と、スロベニアにおいて、クリスマスシーズンの間に、聖ニコラウスに同行する行事でもある。良い子供にプレゼントを配る聖ニコラウスと対照的に、クランプスは悪い子供に警告し罰を与えると、 信じられている。クランプスには、ルプレヒトなどの怪物も同行することがある。ドイツ及びオーストリアの文化の影響のため、クランプスの伝説は、その他に、セルビア北部、ルーマニア南部のワラキア地方、ブルガリア、ポーランド南西部、クロアチア、チェコ、スロバキア及びイタリア北部において広く分布している。クランプスという単語は、鍵詰めを意味する、ここドイツ語の単語。 クランピンに由来する。アルペン地方では、クランプスはムマに似た生物として表現される。伝統にのっとり、12月の最初の2週間、特に12月5日の晩になると、若者はクランプスの紛争をして、錆びた鎖と金を持ち、子供と女性を怯えさせながら通りを練り歩く。また、農村地域の中には、特に若い少女へのクランプスによる無地打ちを伴う伝統がある。 クランプスは通常悪い子供を連れ去り地獄の穴に投げ入れるためのカゴを背負ったイメージで表される。そして無知を振るいながら子供を捕まえて親の言うことを聞くように勉強するのだぞと厳しく悟す。近年のクランプスの装束はラーファ羊の皮及び角からなっている。手作りの仮面の製造には相当程度の努力を要するため。 村落の多くの青年がクランプスの行事に参加する。バイエルン南西部の鉱山に位置するオーベルストドルフでは、デア、ワイルドマンの伝統が活かされている。彼は毛皮を身につけ、錆びた鎖と金を持ち、子供を怯えさせる点で、クランプスに似ているが、角がなく、聖ニコラウスの同伴者ではない。オーストリアの2月内乱の余波で、クランプスの伝統は、ナチスドイツと同盟した。 オーストリアのファシストたちの標的であった。日本では2015年からクランプスジャパンという団体がパレードを実施しており、志村坂上駅すぐの商店街でイベントがある。ありがとうございます。